はい、ヨッシーです。今回はですね、ちょっと大量に、ディスクシステムを買ってきたので、ディスクシステムのカードですね、ソフトを買ってきたのでちょっと紹介したいと思います。全部330円で買いました。しかもこれ中古なんですよね。なんで動作しなかったら、返品も可能なんですよね。で、またちょっとこちらの方は、動作確認はちょっとしたいと思います。返品期間でちょっと枝が出たらちょっと返したいなっていうのもありますので、まあでも300円だったらまあ片面動けばいいのかな。全然動かなかったらちょっと嫌ですけども、ちょっとそこら辺はちょっと微妙なんですけども、まあ一応中古ということで一応動作確認は早めにしたいかなと思ってます。じゃあちょっと一個一個ちょっと紹介したいと思います。参考価格はいつも通り駿河屋さんの価格を参考にしたいと思います。まずですね、プロフェッショナル麻雀悟空、これ持ってなかったですね。330円で、スリーブがないですね。ただこの保護ジャケットが入ってるだけで、取説なしの状態ですね。で、これですと、ソフトのみですと駿河屋さんで350円ですね。まあトントンぐらいの価格ですかね。で、次ですね、F1 レース行っちゃいます。ソフトのみです。330円なんですけども、これ駿河屋さんですとソフトだけでも、750円の価格ですね。これはあれなんですよね、スライドするタイプで、ソフト守ってくれるので、ちょっとやっぱ人気があるんですかね。まあちょっと倍ぐらいの価格のやつをちょっと安く買えたみたいな感じですね。じゃあサクサクいきまして、ゴルフジャパンコース、これは330円ですね。で、取説付きです。取説付いてるのいいっすよね。で、これ持ってなかったんですよね、ゴルフジャパンコース。これが、580円ですね。なんか、ちょっと記憶の頭の中で、うろ覚えなんですけど、なんか、あれですよね。ツアーに応募したりとかすると、なんか、プレミアムな感じのソフトがあったりするとかないとか聞いたことあるような気がするんですけども、ちょっと記憶が定かじゃないですね。330円で購入しましたけども、駿河屋さんです と、箱節なしの状態で580円ですね。まあ取説がちょっとついてるのでもうちょっと高いかもしれないです。で、次ですね、囲碁、なんて読むんだろう、これ九字盤対局っていうものかな。まあちょっとこちらの方はすごいですよね。いい子だけなのに AB 面なんですね。入ってるんですね。で、これは箱節なしだと400円ですね。箱節ありで480円ですので、まあ330円なので、まあ取説はついてるんですけども、まあトントンよりちょっとお得かなみたいな感じですかね。次ですね、これコナミのエキサイティングシリーズですね。この頃コナミあれなんですよね、全部かな、ほぼほぼのソフトをあれですよね、ディスクシステムで出してたんですよね。なんかかなり会社的に力入れてたみたいで、力入れてたって聞いてます。で、その時に出してた、スポーツシリーズがエキサイティングバスケット、エキサイティングって名前が付いてるんですよね。で、自分あとエキサイティングビリヤードってやつ持ってますね。で、持ってるのはこれエキサイティングバスケット持ってます。まあ持っててなんで買ったのって、まあディスクシステム安ければちょっと買っちゃうかなっていうのもあるのと、あと取説がついてたので、買っちゃいました。で、こちらはですね、まあトントンですかね。330円で買ったんですけども、駿河屋さんですと330円ですね。で、箱節ありだと1100円まで跳ね上がりますね。なんで、箱があればこれ入れれば1100円まで上がっちゃいますよね。まあでもトントンぐらいで、購入しました。で、次ですね、エキサイティングベースボールですね。これは330円で買ったんですけども、箱節なし結構安くてですね、270円なんですよね。で、箱節ありで、駿河屋さんですと620円みたいな感じですので、まあこれもど真ん中のトントンぐらいの価格なんですかね。で、次は、取説ありの、エキサイティングサッカーですね、コナミカップ。
こちらの方は340円ですね。箱節なしですと。箱節ありですと、830円まで、跳ね上がりますね。まあ、これも、あれですよね。持ってなかったので、まあ良かったですね。ただ、箱はやっぱちょっと欲しいかなっていうのありますよね。結構ですね、箱がないやつっていうのが僕も溜まってきちゃってるので、箱だけ欲しいかなみたいな。アリエクスプレスあたりで手に入んないかなみたいな感じですよね。なんか保管するとき結構困るんですよね。なんかこうバラバラになっちゃうので。まあまあ、取説だけでまとめておけばいいのかもしれないですけども。まあそうですね、そんな感じでございます。今日はですね、こんな感じで、ディスクシステムの、買ってきた、大量に買ってきたですね、7個、買ってきたのをちょっと紹介させてもらいました。例によって、隣のやつは、単なるティッシュケースです。今回は購入品紹介なんですけども、前回の動画がちょっと長かったのでおまけはなしです。こんな感じでですね、ゲーム関係の、動画を上げております。グッドボタンですとか、チャンネル登録していただきますと、今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた。